皆さんおはようございます。鹿児島ユナイテッド FC 2段田野豊です。カシャ。今日は防寒ですけど、こちら照國神社にやってまいりました。なぜかと言いますと、まあね、例年であれば選手全員スタッフ全員なんですけど、見てください、ご覧の通り。今日は必勝祈願を、まあ、コロナの感染症対策という上でも最小人数で行うということで、代表の徳重剛、そして GM の登岡健人、大竹監督、出身女性キャプテンの4選手で行いますということで、はい、今日もね、事前告知なしのゲリラライブと言っていいんでしょうか、ような形でやらせてもらおうと思っておりますけれども、まあ、本来であればね、ここでこれまではこう試乗祈願をして、で それから仙台の方に行って進みました。これから少し試乗祈願をふっと身が引き締まる瞬間を皆さんも一緒にお楽しみいただければと思いますので、よろしくお願いします。明け幕の賢きいざなぎの神つくしの姫かの橘の殿は萩原に急ぎ払えたまいし時になりかせる払えその神たち諸々の我が子と罪汚れあらぬのが払えたまい清めたまえと申すことを
表いたします。頭を下げて、はい。
示を。神門の一帯の大きい絵も掲げまして、今年は平和4年水の絵虎年でございますので、虎の絵とともに、いつも言葉を書かさせてもらいます。今年は躍動という言葉にさせていただきました。もうよく聞く耳慣れる言葉ではございますけれども、ね、このコロナ禍で何かと暗い世の中、これをこの 虎が躍動するように社会が駆動して明るい社会になってほしいという思いでございますけれども、どうかこれはもうスポーツの全般にも言えることですけれども、やはり躍動ということが非常にいい言葉だと思います。どうか1年、申し訳ないと思います。躍動を受けに申し上げます。本日は本当に今日行っております。いやーね、なんかぐっと身が引き締まる感じがありますけど、僕も選手時代はですね、よくこうして
視聴祈願をさせていただいてたんですけれども、まあ、やっぱこういよいよ始まるんだなっていう、毎年多分同じようなこと言ってますけど、本当でもそういう気持ちになる、はい、瞬間でもありますからね。で今日はこの後監督、あ、代表 GM、監督キャプテン、来ていただいてたんで、せっかくなんで、朝急にドタバタでお願いして、今年のこう自分たちの目標というか、まあ、漢字一文字で今年の目標というか表してくださいっていうお話をね、ちょっとさせていただいたんで、まだ見せませんけど、ここに準備させていただいたんで、はい、ちょっと秘書期間を終えての感想とかを聞きながら、はい、この漢字一文字を今年の目標ということで、ちょっと話をしてもらおうかなと思っております。お疲れ様でした。おはようございます。徳重代表に来ていただきました。はい、徳重代表お疲れ様でした。どうでしたか、視聴期間、まあ、毎年ありますけれども、やっぱり終えてみてね、本当、まあ、全選手スタッフで来たかったんですけどね、やっぱこういう状況ですから、最小限の人数でさせていただきましたけど、やっぱり改めてシーズン通してのこう気合が入りましたね。そうですね、はい、そして、漢字一文字で、はい、今年の目標を書いてくださいとお願いして、はい、書いていただきましたけれども、はい、ぜひ、はい、じゃあ見せてください、どうぞ。はい、あら、徳重さんの徳ではなく自分大好きじゃなくて、ね、じゃないな、よかったです。いや、今年はこの徳という字をテーマにしてますけど、徳を積むということですね。はい、もうこれは我々ユナイテッド、トップチームだけじゃなくて、アカデミー、そしてスクール、そして職員全員おりますし、なんといってもファン、サポーターの皆さん、スポンサーの皆さん、もう鹿児島県全体でこう頑張っていかないといけないわけですけど、我々それを、いろんな目標を達成するために、まずはこう一人一人が徳を積みましょうというところで、なるほど、徳という字をこう書かせていただきましたけども、徳というですね、ありがとうございます。みんな人間力を高めていきましょうということで、この字にしました。さすがですね、ありがとうございます。僕は絶対出ないような感じでした、はい、ありがとうございます。はい、はい、徳重代表でした、ありがとうございます。じゃあ次はですね、上りを GM に満を持して出てくださいっていうお願いしました。ありがとうございます。まず終えてどうでした、秘書祈願。いや、もう本当こう気持ちがすごくこうスッキリしたというか、こう前を向いていけるような気持ちになりました。やっぱ引き締まりますね。引き締まりますね。ということで、はい、漢字一文字書いていただいたので、はい、じゃあこちらちょっと見せながら、はい、なぜこれを書いたのかっていうのを教えてください。はい、お願いします。どうぞ。真です。真。はい。はい。やっぱりこう目標を達成するってことをやっぱり1年間信じ続けたい。そしてやっぱり自分が取り組んできたことを信じる。そして仲間を信じる。でみんなを信じていくっていうのはすごく重要なこと。なるほど、あれ、はい、今年の、ね、スローガンにもちょっとつながるところがある感じもしますけど、はい、まさにですね、信じていきたいなと思います。すいません、朝からこの前です、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。登りをGMでした、ありがとうございました。さあ続きまして、すいません寒い中をお待たせしておりました、大竹監督です。どうも。まずは秘書祈願終えていかがでしょうか。いや、もう心引き締まる思いで、そうですね、はい、新たにこう迎えるって感じで、すごく良かった。ありがとうございます。そして大竹監督にも漢字一文字書いていただきました。はい、こちらです。これ1、すいません、1、漢数字1です、ね、なぜこれ1を。いや、まあ、いろんな捉え方って、やっぱ今年のスローガンであるワンチームワンゲームっていう、まあ、一つっていう意味でいろんな意味捉えられてますし、まあ、1っていう、まあ、自分たちの立ち位置もそうですし、ポジションもそうですし、いろんな意味で位置っていうのを捉えられますし、もちろんあとは1位、トップに目指すっていう意味で、思いを込めて太く1にしました。深いなー、すごい。縦です。縦にかけましたかね、唯一、はい、いや、ありがとう。登っていく感じで、ね、やっぱ高さがないといけない、そこまで考えてっていう捉え方してください。いやー、もう脱帽です。ありがとうございます。ね、またよろしくお願いします。すいません、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、大竹監督でした、ありがとうございます。ね、1位。そして、はい、新キャプテン、はい、広瀬選手です。よろしくお願いします。必勝祈願を終えていかがでしたか。そうですね、もう身も締まりましたし、皆様の健康もしっかり祈ってきました。はい、
ですって。自分たちの勝利だけじゃなくて皆さんの健康とか幸せまで祈ってきた、はい、いやなんていい人なんだ。そんな広瀬選手にもキャプテンにも一文字書いてもらいました、はいはい、まあ、これは広瀬選手らしいかなっていう感じなんですけど、こちらです、はい、どうぞ。勝つ、勝つです、はい、これはもう一応意味としてはなぜ書いたんでしょう、はい、まあ試合に勝つこともそうですし、コロナに勝つっていうこともそうですし、なるほど、まあ、一番の敵である己に勝つっていうのは、はい、一番の敵なので、はい、この字にしました。いやー素晴らしい、はい、この一文字から僕はてっきりこうチームの目標だけかなってちょっと浅はかに思ってしまって、はい、すみませんでした。コロナのことも、ね、はい、皆さんいろんな方がね、まあ、戦ってらっしゃいますから、そういった意味でも書いてくださったと、はい、いやありがとうございます、はい、またこの後ね練習があったりもすると思いますけど、はい、すいません、忙しいところ、はい、ありがとうございます。広瀬選手でした、ありがとうございました。いや素晴らしいじゃないですか、はい、こういう形で、皆さんにこう一緒に秘書祈願しているような形でお送りさせていただきました。また、練習のライブ配信とか皆さんのコメントとかを見ながら、いろいろお答えしていきたいと思いますのでよろしくお願いします、本日はここまでということで皆さんありがとうございました。また次の動画で会いましょう。